さあ、ラッセル会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。先日こち巨著のタイマン動画というのを作らせていただいたんですけども、その中でですね、石飛ばの効果が発動しててスキルダメージをキャンセルしている状態でも、反射ダメージっていうのはスキルを放った相手に向かって、ダメージが効いてるということをお伝えさせていただいたんですけども、ご意見でですね、あれはただ通常攻撃のダメージを反射してるだけであって、石飛ばの効果が発動している、つまりスキルダメージがゼロっていうことは反射するダメージもゼロなんじゃないの、というような疑問をいただきました。なんで今回はそれについて検証していきたいかなと思うんですけど、まずここに巨著を置いときます。で、この巨著っていうのは宝も外してますし、自衛も外してます。で、名馬も外してるという状態になってます。で、この巨著に対して、孫権でスキルを打ちたいと思います。で、そこで反射ダメージが入ってるのを確認した後にですね、今度石飛ばに乗せた状態で同じことをやってみます。で、反射ダメージがあれば、その言うたら巨著に対するダメージっていうのは石飛ばで無効化されてるにもかかわらず、その内部ではダメージを受けたということになってて、で、ダメージの半分を反射しているということになると思うんですよね。そしたらやっていきましょう。はい、まず巨著がいますね、ここにね。で、スキルゲージを1回貯めたいと思います。宝を外してるんでスキルゲージがまあ全然溜まってない状態からスタートということで、15秒間だけお待ちください。で、ここでスキルを発動させて即孫権をぶつけてみます。はい、溜まりましたね。そしたら、はい、スキル発動させて、で、孫権、はい、こんな感じでダメージが入りましたよね。これが反射ダメージということになると思います。そしたら次は巨著に石飛ば乗せてみましょう。はい、同じことをやっていきます。で、ここで孫権、はい、ダメージ入りましたね。こんな感じで孫権にね、今ダメージ入ったのが見えたと思うんですけども、巨著にはダメージ入ってませんでした。なんで石飛ばはしっかり効いてるっていうことになってるんですけども、孫権にはダメージ入ったということで、ゼロダメージを反射したというわけではないということに見えるんですけどね。ただやっぱりそういったご意見があるっていう方は、一応その巨著を使ってる方からのご意見だったので、この僕の検証方法が間違ってるんかなっていうところでまだ疑問なんですけど、今どう見てもダメージ入ってますし、巨著にはダメージ入ってなかったんでね。はい、こんな感じで巨著にはダメージ入ってないですけど、孫権にはダメージ入ってるっていう形になってるんで、これ石飛ばが効いている状態でも反射ダメージっていうのは与えられているような気がするんですけどもね。皆さんどう思ったでしょうか。またご意見聞かせていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。そこ間違ってるよとかいうところがあればご指摘いただけたらなと思います。で、もう一つなんですけど、このその、失礼、支流ですね、支流と巨著のこのダメージを吸収するという表記ですね、これは吸収と書いてますけども、実際問題、体力は回復してないっていう話らしいんですよ。ここやったら3640ダメージを吸収できるシールドを与えるっていう風になってますけども、これはこの吸収した分っていうのは体力が回復されるわけじゃないと、ただのシールド効果であるというご意見をいただきました。このご意見は複数いただいた上に、ちょっと検証がややこしいところがあるので実験はしてみないんですけども、おそらくこれはそのいただいたご意見通りなのかなと思いました。で、なんでこんな吸収とかいう表現にするんですかね。日本語で吸収って言ったらなんか体力を回復してくれるように見えるんですけどね。だったらもうこれ5秒間3600ダメージを防ぐことができるシールドを与えるとかでいいと思うんですけどね。まあここら辺はね、もうこのゲームが始まってからずーっと言われてることですけど、日本語がねちょっと不自由な運営さんと
いうことになってるんで、まあ諦めはしょうがないんかなと。やっぱり日本語と中国語のニュアンス的なんでね、違う部分はあると思いますしね、向こうは吸収って言われたら別に体力の回復ということを意味しないということに、ま、を言われるかもしれないんでね。で、巨虫に関してはなぜ検証ができないかということを言いますとですね、とりあえずあのスキル発動させた後にダメージを与えて、でもう一度スキルを発動させて1441ダメージぐらい与えたら、その言うたら回復してるのかしてないのかっていう検証は簡単なんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、ここ巨虫の好感度をマックスに上げると5秒ごとに最大体力の 5% の体力を回復というのがあるんですね。これのせいで非常に分かりにくいんですよね。まあ厳密にやれば分かるのかもしれないんですけども、見ててえってこうはっきりと確信が持てるようなこうリプっていうのをお見せする自信がなかったので、まあ今回は多数ご意見いただいてるっていうこともありまして、吸収っていうのは体力を回復してないというふうに僕は判断させていただきました。なんでまあ皆さんはどう捉えるかっていうのはわからないんですけども、参考にしていただけたらなというふうに思います。でこれ好感度を上げてしまうとね、もうこの言うた 5% の体力を回復っていうこの効果を外すことってできないんですよね。なんで、検証ができないっていうことになったんですけども、なんで巨虫が勝手に回復してるのかっていうのがずっとわからなくてですね、もういろんなこう馬とか神器とか見たりして、で馬の何でしたっけね、受動スキルでとここかな、いや違う、ここか、この、生存っていう効果ありますよね。武将が5秒間ダメージを受けなかった場合、1秒ごとに自身の体力を 2% 回復するってあるじゃないですか。これかとか思ったりして、一応巨虫は馬装備してないですけど、その言うたらこの効果っていうのは馬を装備している人が対象になるとは限らんとか、そういうことなのかとかいろいろ考えたんですけど、結局はその好感度というオチでしたね。いやー難しいですね、こう三国天武って。なんか知り尽くした気でおっても、なんか不可解な事象っていうのが起こった時にこれだっていうのがね、バシッと言えない時っていうのがあるんだなというのをすごく感じました。でこっからなんですけど、まあちょっと普段からねこう攻めているリプっていうのもお願いしますというご意見をいただくので、見ていきやっていきたいかなと思うんですけど、まあただ攻めるだけではねちょっとつまらないなという部分もあるので、3枚取れるまでやるみたいな感じでねちょっとやっていきたいかなと思うんですけど、とりあえず勝因とか検証のために全部外してしまってたので、そこら辺を直したいかなと今思ってる感じなんですけどね。自衛かあとは防衛か、防衛だったらまあ別に何でもいいかなという感じなんですけど、こんな感じかな。これで攻めていける状態にはなったかなという感じですね。でこの状態で、攻めていきたいかなと思います。でね、ちなみにね今度の軍団戦はね戦国さんと当たることになりました。むちゃくちゃやなと思うんですけど、でその戦国さんにちょっと許可をいただいて、いきなり出ましたね、3枚取れるかな、あの名前を伏せずにねリプっていうのをお届けできるということをおっしゃっていただいたんでね、ぜひ、あら、もうシャーメン寄ったらトラとか出すの忘れてるし、ちょっともう撤退したのかな、撤退しよう。3枚取れるまでやめれんって言ってんのに、このハッチントをつけるも忘れてますしね、やっぱり喋りながらやってたらダメやな、せっかく援軍入ってたのにな。トラ1体少ない状態で攻めることになるとは思うんですけど、まあええか、一体ぐらいで何か大きく変わることはないと思いますので、そしたらやっていきたいかなと思います。なんででしょうね、なんで当たるかねっていう感じをするんですけどね、勝てるわけないってまあ言うてもた身も蓋もないんですけど、出ましたね。僕この手の陣形は苦手ですが、相手があまり強くなさそうなのでなんとかなりそうですね。ちょっとこれは弱すぎるか、これではいかんな、そんなんで3枚取って胸張られてもって言われても困るので、もうちょい
強い相手、まあ施設は仕上がってないにしても防衛武将はそこそこ仕上がってるっていう方にしたいと思いますが、この方 JP かやめよう、海外の方でということですね。おお、ええ人出ましたね。これは取れんぞこれ取れたらもうちょっとかっこいいんじゃないですか。どういくかな。援軍が入ってないということは月影がすぐ死なないようにということで、かなり施設を事前に壊しておく必要があるかなと思うんですけどね。ただそうしてたらちょっと、こんな感じかな。でこの間に、よほど壊れなかったか。発動させたぞ。両方のスキル厄介やな。さあこっから取れるかっていうところなんですけど、普通見たらこれ取れそうだなって思うじゃないですか。ここで取れないのが金ゲージなんですよね。やっぱりね、硬いんですよ。こっから苦労するんですよね。自爆が、投石あっちゃーで、寝返った音もしたな。ここか。どんなもんじゃい取れましたよ。いやー、援軍入ってなくて金ゲージ一発で取ると気持ちいいですね。ただあんまり強くない人だったっていうオチもあるので、ちょっと見てみようかな。あー大したことなかったですね。そんなむちゃくちゃ硬い人じゃなかったですね。馬もそうですね、そこそこって感じですかね。まあ多分過去の栄光なんですかね。昔台湾で、トップになったことはあるけども、最近はそんなに頑張ってないっていう人なのかも分かりませんね。はい、そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。